なんかカラスアゲハじゃないこんにちは、スペイ君です。最近も本格的に春が始まり始めて、アゲハチョウとかもね全然普通に見られるようになったんですけども、私フェイ君まだ全然アゲハチョウ取れたので、今日こそはアゲハチョウ取りたいと思います。その他の昆虫も観察していくぞ、やっていこう。さあ、そんなことよりさあ、ロードキル多すぎん？お前らマジでやばいって。うん、マジでやばい。あのさ、動画外でもさ、こうやってさ、つまんでさ、こう道の端にやってるんだけどさ、多すぎ。マジで赤原イモリのロードキルが多すぎる。なんで？どうさと？あーもう、あーもう、あー、あー。ということで本日はですね、アゲハチョウを探していくんですけども、まあ毎回ね、アゲハチョウを探すぞってアゲハチョウ最近取れてないんで、いや今日こそは取りたい。うん、なんでって。だってもうね、その辺アゲハチョウ普通に飛んでるんですよ。今日もね、ここに来るまでの間にね、アゲハチョウね3頭見ました。なんなら家からですね、今日洗濯物を干してる時に黒いアゲハチョウすらも見ました。ってことはよ、もうアゲハチョウが普通に飛んでるわけ。ただ私は1匹もアゲハチョウが取れてないわけ。これは問題。なんかこの草原を見ると、おーおお、ツマグロヒョウモンが2匹で、すごい。あれだね、俺が YouTube 始めたばっかりの頃を本当に思い出すわ。おーおお、ツマグロヒョウモン目の前止まったぞ。これワンチャン片手でいける？無理か、さすがに。ヒョウモンチョウはね、一応縦波長ですから、あいつら飛ぶのは早いですからね、どちらかといえば。なんか前から来てるよ、前からなんか来てる。取れた？取れんかったわ。この辺さ、シロツメクサとかもさ、バンバン咲いてるからさ、なんか蝶いっぱいいるぞ、マジで。うわぁ、 YouTube 始めたばっかりのあの頃を思い出す。本当にここに来る、この時期にここに来るとね、マジで毎回思い出すよね。あ、この町でしょ、黒子のマチョウみたいな。アゲハチョウではないけど、結構でかいチョウなんだよね。確かお前も越冬組だよね。いや、どこ？オッケー。瞬間エイムうますぎ。このマチョウでしょ、黒子のマチョウだっけ。黒子のマチョウっていう蝶ですね。確か越冬組の蝶々だったはずなんですけど、この波蝶っていう蝶がいて、まあ、石垣島とか南西諸島とかにね生息している蝶なんだけど、そいつはね、沖縄県のあれでちょっと取ることができないんだけど、それにねすごいそっくりなんですよ。ほら、この後ろ側ね、こっち側はね、その本当の本物のこの波蝶はね、マジねすげー綺麗なね、青とかオレンジが入ってるんだけど、この子はどっちかっていうとこう茶色みというか強いけど、この子ね、裏側がね本当にこの波長みたいな、ね、見た目してて好きなんだよね。わかる？このほら、この波長みたいな見た目も、この波長って、でもこの波長っていう蝶がパッとしない人からしたらえって感じかもしれないけど、このまあ枯葉みたいな感じ、黒子の波長みたいな蝶だったと思います。いやー、でかいよね。この時期に見れるね、アゲハチョウに続いてでかい蝶だからね、結構個人的にはね見れて嬉しい種類です。僕はね、この時期ぐらいでしか採集したことがないんだけど、ちょっとこれって何月から何月ぐらい出るんだろうな。まあ多分今4月から10月ぐらいまで出るんじゃないかな。確か越冬する種類なんで、年2化生とかなんかな、年2化生とかで 2回ぐらい出て、でそれであのまあ越冬するって感じなのかな。でけえ、マジで。でかい蝶ってやっぱ取るとテンション上がるよな。ベニシジミがおって、おお、上がってたじゃん。取るか、取るか、一応取ったか。よっしゃー、あべ、赤タテハですね。やっぱちょっと胸部が青っぽいんだよね、タテハチョウの仲間とか。こういう何タテハってやつはね、なんかそんな感じのイメージがある。赤タテハとヒメアカタテハの違いをね、なんか前動画で裏側とかみたいな話したと思うんだけど、これね一番わかりやすいのは下羽だわ。あのね、赤タテハは下羽にね茶色が入るんだよ、この内側のこの辺。でもヒメアカタテハは全面オレンジなんだよね、下羽が。だからそこでね見分けられます。ここさ、多分さ、雲不在だよね、やっぱり。多分雲不在の巣にねモンキチョウが引っかかってますね。何してんのお前、もうここ雲いないから、お前息子引っかかっても一緒だから。はいはいはい、何もう根本的に弱ってんのお前。別に弱ってるわけじゃなさそうだな。あ、飛べるやん。あ、ちょっとふわふわかな、ちょっと。まあ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 、もうあれか、どっちにしろ死ぬか、あいつは。いて、アザミ、もうやだ、痛いよ。あー、もういい、滑る。よし、
なんかトンボとかがさめちゃくちゃ増えてるんだよね。その影響でなんかもう個人的に春っていうより初夏に近いぐらいの感じがするレベルなんだよね。どうなんだろう、やっぱりまだ春でいいのかな一応。おお、ベニシジミが3匹ぐらいで、まだ春でいいのかな一応。やっぱりもう4月もさ下手したらさ初夏だよな。その地球温暖化とかどうたらこうたらの話は分からんけども、そういうのもあるからさ。え、え、なんかカラスじゃねえ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 。いや絶対動画回すの間に合わんかったし今もううざ。もう GoPro 止めた瞬間だよマジで。皆さん見てください、アゲハチョウ取れました。多分これ宮からだよね。うん、この後ろ側にさ白い模様があるから多分ミヤマカラスアゲハだと思うんだけど、なんでさ俺が捕まえるミヤマカラスアゲハってさいつもさ格子のさここさないわけ、おかしくね。オスだね、しかもこれ星標っていうのがあるからここにね毛束があるんだけど、これさ多分その辺で草刈りしてるやつに巻き込まれたんじゃないかな、これそんな感じがするね。いや飛び方がおかしかったんだわこれ、だけどなんか飛んできてんなと思って最初クロコノマチョウかなと思ったわけよ、飛び方がゆっくりやったから。うん、ミヤマカラスアゲハでした。俺さ今年初アゲハチョウがもしかしてミヤマカラスアゲハやった、マジか、うん、マジかマジ。あーあのねミヤマカラスアゲハっていう蝶々はね僕がねあのねすごく好きな蝶々なので、この子はねお持ち帰りさせていただきます。多分これ草刈りのやつがね本当に光ったんだろうね。そうじゃないとねなんかね鱗粉のねすれかけがないわけよこの子、だから多分浮かしたばっかりでゆっくりしてるところを多分この辺ズズってなんか巻き込まれたんだろうね。それでまあどうしようもなくて飛んできたんだろうけど、マジか今年初のアゲハチョウがミヤマカラスアゲハか、とんでもない年やな俺。2024年はとんでもない男になるかもしれんこれは、やばっ。てかさ春型のさミヤマカラスアゲハをさまじまじとこの完品をさ、まあ完品じゃないんだけど、まあ、ほぼその羽の鱗粉が落ちてない個体を見たのが初めてなんだけど、ここさやばいねこれ、このグラデーションやばくない、白と青のグラデーションやばいでしょ、このラインが入ってるとこのグラデーションやばいのと、このもうこのこの赤の模様、うん、語彙力もうなくなるこんなやば。いやこれがね今ね草原をね走ってきたんですよピョーって。で、あ、本当は GoPro をつけてね、GoPro を消したばっかりだったから、すぐつけれなかったわけ。で、一応つけたんだけど、多分ね、網に入る瞬間は多分撮れてないと思う。俺が網に入って、え？カラスアゲハじゃね？ってなってるところから多分動画撮れてると思うんだけど、いや、マジかよ。マジかよ。うん。とんでもないの撮れましたね、本当に。マジか。カラスアゲハの写真を今ね TG っていうねあのクソズームで撮れるカメラで撮ったので見てください、こちらです。まずこれ後ろ羽ね、もうやばいだろ。あーやっぱりこの一個一個のさ赤い模様もさ鱗粉でできてるんだなっていうことが分かりますよね。めちゃくちゃ赤い、やばいこれ。で2個目これ星標の部分だね、やばいだろ、ちゃんと毛束がさあることがさ分かるよね、すげえ綺麗。いやえぐいなえぐいな。ということでね今回こんな感じで終わっていこうと思います。いやまさかねアゲハチョウ取れたのはいいものの、それがねトップレアというかアゲハチョウ界隈ではトップレア級のねミヤマカラスアゲハ、これは取れると思っておりませんでした。めちゃくちゃ嬉しいでございます。で今後もねこんな感じで昆虫採集生き物採集いろんな動画上げておきます、よかったら、ね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。皆さんも蝶々採集行きましょう。それじゃバイバイ。